はじめまして。ここは UBC ですよ。私はトニーです。ウェインです。フィアです。専攻は工学です。もう工学です。科学です。3年生の学生ですよ。もう3年生です。2年生です。どうぞよろしく。ここはサブです。とっても古いですね。うん、そうですね。今は新しいサブがあります。本当ですよ。新しいサブは古いサブの隣ですよ。そうですね。一緒に新しいサブを見ましょう。うん、いいですよ。ここは新しいサブです。うん、そうですね。入って私はピザを食べます。うん、本当ですか。美味しいですよ。でも私はベレッジが大好きですよ。ですか。うん、そうですね。よ、これはベレッジです。よく友達と昼ご飯を食べます。ベレッジにスターバーと日本のレストランと中国のレストランとがあります。中国のラーメンは美味しいですよ。ここは UBC の本屋です。今本屋の中です。ここで日本語の教科書を買いました。ああ、高いですよね。ああ、そうですね。じゃあ、それから本屋はバス停の近くです。UBC にバス停があります。大きいですね。あそこは99番のバスです。毎日このバスに乗れます。ここはたくさん花ですね。おー、そうですね。あ、ここはロースガーデンですよ。そうですか。ロースガーデン大きいですね。私は大好きです。あ、そうですね。よく学生は写真を撮りますよ。じゃあ写真を撮りませんか。あ、いいですよ。あそこは海ですよ。わー、綺麗海ですね。そうですね。泳ぎましたか。よくお父さんとお母さんと海で泳ぎます。そうですか。天気はいいですね。それから泳ぎましょうか。ちょっと海は寒いですね。よ、これはアービン図書館です。この図書館大好きですよ。毎日たくさん学生はこの図書館で勉強しました。それからこれも図書館です。これはこんな図書館です。こんな図書館はアービン図書館の後ろですよ。私はよくこんな図書館で本を読みます。ここはアジア研究のデパートです。先生の部屋があります。時々宿題がわかりません。だから先生に会います。先生は優しいですよ。ここはブカナンビーです。新しいですね。そうですね。ここに日本語のクラスがあります。月曜日と木曜日に学生がいます。すごいですか。はい、すごいですね。ありがとうございます。UBC が好きですか。